こんにちは、ビハイアの松村です。朝本を読んだ、朝読んだ本のご紹介です。僕たちのゲーム誌、さやわかさん、さやわかさんですね、の本になります。まあゲームをですね、すごい大好きな人ですね、この人は。もう私なんかが生まれる前からもしかしたらゲームずっとやってたんじゃないかぐらいの人なんですけれども、まあゲームっていう風に捉えた時に、じゃあそれが何か、どこで捉えていくかっていう、まあもちろん今ですね、ゲーム日本のみならず海外にも展開してますし、まあスマホにも展開しているっていうところで、まあゲーム、まあ生まれた時は本当に何でしょう、コンピューター上のちょっとした、インタラクティブ性というか、そういった部分から始まったものだと思うんですけれども、まあ、それが今巡り巡って、スマホに、海外にというふうに展開している、まあ、そのゲームの根本的な部分ですね、がどういったのかっていうのをですね、まあ知る、いい、面白い、材料でしたね。まあゲーム史っていうのはなかなかないと思います。まあゲーム好きっていう人は、ゲームいっぱいやったことあるっていう人もいると思うんですけれども、ゲームを、じゃあそれを歴史として捉えているかっていうとそうでもなくって、やっぱり自分としての体験だけでそれを見てしまっているんじゃないかなと、この本を読んで思いましたね。まあゲーム好きだという人が、いらっしゃったらですね、ゲーム興味があるという方がいらっしゃいましたら、まあ、これを読んでみることによってですね、その知見というのも広くなってくるんじゃないかと思います。まあ今はですね、バーチャルコンソールなどで昔のゲームなどもプレイできますので、もうこれを読んだ際にはですね、ぜひともそこから実際にですね、昔のゲームをプレイするというのも面白いのではないでしょうか。まあちょっとこういった形でですね、いろいろと本の紹介も動画で撮っていたりもします。もし興味があるものがありましたらですね、チャンネル他にもいろいろ動画ありますので、ぜひ見てみてください。